17回ザ・祭り、私たち第1回目から、ゲストとしてお招きをいただき、そして同じ作り人としてこのお祭りに携わっております。先代の国友菅が36年前に土佐の高知で開設したチームです。よさこいは戦後の復興を祈願して市民の祭りとして始まり、もう今年で64回を迎えます。あの戦後の各地が焼け野原になったあの状態から、何としてでも踊りや歌、祭りを通して多くの人の心を起こしていこう、元気にしていこう、そういうことで始まったと聞いております。試行錯誤の中でいろんな派閥やそしてぶつかりがある中でも、理想を追い求め、そしてみんなで一つになって、みんなの心を元気にしていこう、そういうことでいろいろな成長を遂げていきました。そんな中、日本が豊かになって、そしてバブル時代、そして多くの人々の心がどこに行くのか見失った時期がありました。そんな時に現代よさこいというものが盛んになってきました。みんなが思い思いの服装を着て、そしてルールは鳴子という鳴り物を手に持って、その土地土地の民謡を生かす、このルールでみんなが自由になったんです。その踊り振り付けの火付け役になったのが国友菅でございます。そしてその心や思い、振り付けに魅了された日本全国の踊り子さんのおかげで、よさこいソーラン祭りの第1回目からゲストとして出演をさせていただくチームの振り付けをしたりとか、そのこのザ祭りのスタート砂川恵美氏、そしていろんなチームの方々とつながりを持って、この17年間この土地にご縁をいただいております。この祭りを立ち上げた砂川恵美氏や、またその中心人物であった佐藤浩二、もう他界して菅も浩二もいませんが、こうして1年に1回彼らの名前を呼ぶことによって、また原点を思い出します。愛と感謝の祭りをと叫んだあの気持ちを、また64年前の戦後の復興を祈願して苦労をされた方々の思いを、私たち国友菅、そしてを師匠に持つ菅イザナイ連は、菅イザナイ連としての天命を踊りを通して、これからも我々のやり方で果たしていけたらと思っております。この作品は火カムナガラと言います。太陽の踊りです。カムナガラとは、私たち一人一人が生まれてくる時から神様と約束をしてきました。その天命を一人一人が一つになって踊りを道具にして果たしていくという決意の踊りでございます。それでは日本全国から集まってくれた菅イザナイ連メンバーと共に踊らせていただきます。どうぞ5000円よろしくお願い申し上げます。構え、菅イザナイ連
高知から生まれたスピリットが日本のスピリットになって、そして多くの方々の幸せにつながっていきますように、またザ・祭りから感動が広がっていきますように祈りを込めて踊らせていただきました。ありがとうございました。菅イザナイレンでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。菅イザナイレンっていうのは、まあ代表の国久保雄一郎先生が紹介のあった通り、私たちの原点のチームでありますし、私たちはイザナイ北海道であるし、菅イザナイレンのメンバーでもあります。私たちも菅イザナイレンに憧れて、菅先生に憧れてイザナイ北海道を作り、そしてこのザ・祭りを作りました。菅先生、皆さんから見えないんですけどね。